はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。今日もね、小難しい話をします。連日ね、小難しい話ばっかりしてるともう頭痛くなるなと思うんですけども、まあどうしても僕ちょっと伝えたいんで、ね、でも今日は白血病細胞がなんで増えるか、どうやって増えていくのかっていう話をします。白血病細胞っていうのは、血液のがんなんです。がんと言われてるんですけども、その血液のがんになるのにも、血液がなかったら血液のがんにもなるわけがないんですけども、まずね、血液がどうやってできるかっていうところから話していきます。血液っていうのは細胞分裂から行われます。で、その細胞分裂はどこから分裂するんかっていうと、造血幹細胞というところから細胞分裂が始まって、赤血球、白血球、血小板っていう風に血液になっていきます。で、その血液に細胞分裂されるまでの工程で白血病細胞が生まれてしまいます。でね、そのね、造血幹細胞ってさっき言ったんですけどね、造血幹細胞ってすごくて、造血幹細胞が細胞分裂されるんですけど、血液になる細胞と造血幹細胞そのものに細胞分裂するんですよ。だからすごいですよ、こういうふうに、ね、これが1個の造血幹細胞としたら、細胞分裂しましたってなったら、こっちは白血球、赤血球、血小板になる細胞になります。で、こっちはまた造血幹細胞のままおることができるんですよ。で、こいつがまた細胞分裂します。で、赤血球、白血球、血小板になって血液に変わっていきます。で、こいつがまた造血幹細胞のままなんで、っていうのをこう繰り返していくわけなんですよね。これが造血幹細胞の分裂で、血液が作られていく仕組みになります。そもそもこいつに異常があったんで、細胞分裂して白血球、赤血球、血小板になる前に白血病の細胞になってしまうわけです。このニョ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 ってした悪い細胞になってしまうわけですね。で、これがそのまま血管流れていきます。で、またこいつが細胞分裂してニョ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 って悪い細胞になって流れていきます。で、これを繰り返すんです。これを繰り返すことによって白血病細胞が増えていくということになりますね。もう言葉で説明するのがすごい難しかったんで、身振り手振りで説明させてもらいましたけども、要はそういうことなんらしいんですよ。で、ね、連日お伝えしている骨髄移植の話もそうなんですけども、骨髄移植っていうのは、こいつ造血幹細胞をやつ、その細胞分裂しても白血病細胞にならへん、ちゃんと、赤血球、白血球、血小板になる造血幹細胞を、入れ替える、移植するっていうのが骨髄移植なんですね。細胞分裂しました、造血幹細胞のままですよ。で、正しい血液が作られます、血管流れていきますっていうようなことをできる正常な造血幹細胞をドナーさんからもらうのが骨髄移植です。で、最終的に骨髄移植になってしまいの話になってしまいましたけども、ね、難しかったと思うんですけど、多分めっちゃ簡単に説明したと思うんですけどね、分からんかったらまたコメント欄でコメントください。めっちゃ簡単に説明できたと思うんですけどね、まあ最終的には骨髄移植の話になりましたけども、血液ができる流れと白血病細胞がなんでできてしまうのか、なんで増え続けるのかっていうことをね、今日はお話ししました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。